5月にインスタグラム開設されてると思うんですけど、なんかその意図とか、狙いとか、経緯とか、ちょっと聞いてなかったんで、ちょっと教えていただきたいんですけど。特に狙いも経緯もないです。まあ、ファンの方に少しでもちょっと裏側見せたいとか、そういう思いがあったのかなとか。ご想像にお任せします。ちなみにこう最近、ダルビッシュ選手とか前田選手とか、まあこういうコロナでこう家の時間が増えたときにこう YouTube チャンネルとか YouTube 更新したりとかいろいろしてるんですけど、そういうのとか見たりとかしますか？あ、ダルビッシュさんのやつを見たりとかってことマでエすケか？ンさんのやつ見たりとか。いや、してないですね。僕あんまりクロスピとかもやんない。YouTube はなんか結構見るっていうイメージあるんですけど、そうでもないですか？ああ、見てますよ。もちろん。はい。でもその前田選手が喋ってるやつをチャンネル登録してみたりとかっていう、そういう感じではない。まあ、言いづらいですけど言いづね。らい。まだどっちかというとこうプレー集を見てるみたいな感じなんですかね。何ですか？誰かのピッチングとか、誰かのバッティングとか、そういうのを見ることの方が多いですかね。まあそういうのも見ますし、はい、なんか普通に、何でしょうね、何を見てるってわけでもないです。まあそれが YouTube なのかなとも思うんですけど。うん。暇な時に見たりはしてますけどね。あとなんかメジャーリーガーといえばこうなんかチャリティー活動とかすごいこう熱心なイメージあるんですけど、大谷選手としてこうなんか表立ってこうやっていこうかなみたいなプランみたいなんて今後ありますか？チャリティーですか？はい。まあそのアメリカだったり、まあ日本の岩手のなんか、に還元するであったり、ああ、まあそれは結構前からいろいろ話もね、されたりとかもしますし、自分でもどう、なるべくね、自分でもやっぱり、なんて言うんでしょうね、関心があるものというか、そういう方がね、いいのかなと思ったりもするので、やっていけたらなとは思いますけど、それは別に公表するのかしないのかは別に僕の勝手ですし、ね、柳原さんが気にするところではないので、安心してください。取材行ったらダメなんですか？はい。取材に行ったらダメなんですか？柳原さんはダメですね。お願いします。あと本とかよくイメージあるんですけど、なんか最近読んでよかった本とか、そういうのありますか？最近読んでよかった本。オフシーズンとかは結構もう栄養とかトレーニング系が多いので、はい。そういうのが多いですかね。分野とかも特に関わらず、いろんなやつ読んでるので。まあ、いいとこもあるし、悪いとこもある。っていうのが、まあ、ほとんどかなと思うので、特に偏ることなく、これがいいっていう。書いてある本もあれば、逆に悪いって書いてある本もあるんで、まあどちらも読むのがベストではないかなとは思いますし、それを見てみて、自分でどう感じてどう判断するのかっていう、まあ大事かなとは思うので、いろんな本を読んでます。映画とかはどうですか？映画は最近は見てないですね。なんか日本だったら、まあ、本の話ですけど、なんか「鬼滅の刃」とか流行ってるんですけど、そんなんとか、いやー、漫画と話か。はすごい流行ってるらしいねっていう。読んだ漫画では見たことありますけ漫画では見たことあるんですか？どね。あります。でも最終巻はまだ見てないですね。アニメも見てないですか？もうほぼ、なんか最初ちょろっと見たりしましたけど、漫画でほぼ見ました。見ました。好きなキャラとかは特に。まあ、特にないですかね。ないですかねって言ったらあれですけすみません、最後なんですけど、
ちょっとこれもいっぱい質問されてて申し訳ないんですけど、なんか、かつて目標シートにこう26歳でこう結婚とワールドシリーズ制覇って書かれてると思うんですけど、こう今そのについてこうどう思われてますか？計画の変化は？なってえ、何ですか。計画にこう変化っていうか、今26歳になってます。もう26あ、歳計は画。ね、結構難しいかもしれないですけど、例えば30歳までとか、なんか計画の変化はありますか？計画はまあ変わるものなので、ここの時に思い描いていた26歳っていうのはね、もうだいぶ大人だなっていうか、まあもうおじさんだなっていう感じだったので、まあ結婚ね、考える時なのかなと思いましたけど、実際に自分がね、やっぱなってみると、全然子供だなっていう。まだまだそういう、責任は取れないなっていう。思いますけど。予定はないですか？あったらいいんです。あったらいいんですけどね。柳原さんに心配されなくても大丈夫なんで。いや、確かにそうですね。すみません。僕が言うことではないです。遊んでばっかりいないで。ちゃんいえ、全くです。と僕の耳にも届いてますからね。大丈夫です。いやいや、大丈夫です。大丈夫です。僕が大丈夫。大丈夫です。